ジョン・マシュー・スタッフ,フォードはアメリカ合衆国フロリダ州タンパ出身のプロアメリカンフットボール選手。ポジションはクォーターバック。現在は NFL のロサンゼルスラムズに所属している。1988年にフロリダ州タンパで生まれる。ほどなくして父がジョージア大学の大学院に通い始めたため家族でジョージア州へ移住。その後、 テキサス州ダラスへ移り住む。ダラス市内にあるハイランドパーク高校に進学し、ランディアレンコーチの指導の下で、クォーターバックとして、頭角を表す。1年目から3161ヤードのパスを通し、38td6int という高成績を残す。高校2年までは、野球もプレイしており、高校の野球チームのチームメートには、 現在 MLB のロサンゼルスドジャースに在籍するクレートン・カーショーがいた。しかし、2年目のシーズンは1748ヤード、18td、11int と前年度から大きく成績を落としてしまった。そのため、スタッフホードはフットボールと野球の両立を断念し、以降はフットボールに専念する。2005年の夏に膝を痛めるアクシデントがあったが、 怪我から復帰後は15試合で4018ヤードを稼ぎ 38td6int という好成績を収めチームを全勝でチャンピオンシップ制覇に導いた最終学年時の活躍によりスタッフフォードは一躍全米最優秀 QB として脚光を浴びるようになった2006年1月に高校を早期卒業したスタッフォードは父の母校である ジョージア大学にカレッジフットボールの小学生として進学。ジョージア大では練習生を経ずに1年目の途中から先発 QB の座をつかみ取る。1年目の成績は1620ヤード、パス成功率53.6%、7TD、13INT とやや低調な数字に終わったが、チックフィラゲームでは強豪バージニア工科大学の撃破に貢献し、 MVP を受賞している。2年目のシーズンでは、2523ヤードのパスを通し、19TD、10INT をマーク。自身の成績を大幅に向上させるとともに、チームを11勝2敗の好成績で、シュガーボール制覇に導いた。シーズン9戦目のフロリダ大学戦では、WR モハメド・マッサコイに、自己最長の84ヤードの TD パスを通している。 3年次には成績をさらに向上させ、3459ヤード 25td10int をマーク。チームも順調に勝ち進み、キャピタルワンボールを制覇。スタッフフォードにとっては大学通算3つ目の主要タイトルとなった。大学3年間の通算成績は7731ヤード 51td であった。また、 大学時代には故障で試合を欠場したことが一度もなく、自身が先発した試合では22勝5敗という、高勝率を誇った。勝てる、故障がないという優秀な QB に求められる条件を満たしていたスタッフフォードは、最終学年を待たずして、NFL ドラフトの全体1位指名候補となった。 大学時代の通算成績2009年2009年の NFL ドラフトでは前年26戦全敗のデトロイトライオンズが全体1位でスタッフ報道を指名した。この際、LB アーロン・カリーの指名を望んでいるとみられるライオンズファンからのブーイングも起きた。事前交渉によって前年のマットライアンの6年総額7200万ドルを超える6年総額7800万ドルという 超大型契約が成立していたため、ドラフト当日の全体1位指名発表の際には、今日をそがれたファンからブーイングが湧き起こった。また CM に有名人をあまり起用してこなかったユニリーバに、ステシー・キーブラー以来となるスポーツ選手として起用され、アックスの CM への出演契約を結んだ。プロボールでプレーした QB を37年間出していない。 ライオンズにとって、スタッフ報道は待望のスター QB 候補として期待された。当初 ASQB には、ベテランのダンテカルペッパーが起用されると見られていたが、9月13日のシーズン開幕戦直前になって、ASQB として起用することが、チームから発表された。新人 QB としては1968年のグレッグランドリー以来となる開幕戦先発を果たした。 ニューオーリンズ・セインツ戦では、パス37回中16回の成功で205ヤードを、投げインターセプト3回と、散々だったが1ヤードの TD ランを上げた。第2週のミネソタ・バイキングス戦で、カルビン・ジョンソンに、プロイリアと初のタッチダウンパスを投げた。第3週のワシントン・レッド・スキンズでは、パス36回中21回の成功で241ヤードを、 投げ一タッチダウンを上げる活躍を見せて、連敗を19で、ストップ、チームに2007年12月23日以来となる、勝利をもたらした。第4週のシカゴベアーズ戦でサックされた際に膝を痛めて続く2試合に欠場した。11月22日のクリーブランドブラウンズ戦では、左肩を負傷しながら、NFL 新人記録となる、パス422ヤードを獲得。 NFL の新人史上、ダンマリーノに次いで二人目となるコ t d パスを投げて、チームに2勝目をもたらした。この活躍で、その週の NFC 最優秀攻撃選手、最優秀新人選手に選ばれた。この年10試合に出場し、2267ヤードを獲得13、13TD、20INT の成績を残した。2010年2010年、 開幕戦のシカゴベアーズ戦で右肩を負傷退場第7週まで戦列を離脱したその後またも右肩を負傷しわずか3試合の出場に終わったが535ヤードを獲得 6TD に対して 1INTQB レーティングは91.3の数字を残した2011年2011年1月に右肩の手術を行った 3月24日には投球練習を開始した。この年、開幕からカルビン・ジョンソンとの間でタッチダウンを量産した。第2週のカンザス・シティチーフス戦では4 t d パスを投げて48から3で圧勝した。第3週のミネソタ・バイキングス戦では20点差から逆転勝利し、敵地メトロドームで1997年以来14年ぶりに勝利した。 第4週のダラスカウボーイズ戦では24点差からの逆転勝利にチームを導き、第5週でも勝利し、1956年以来となる5連勝を果たした。第16週のサンディエゴチャージャーズ戦で373ヤードを投げて3タッチダウン、シーズン通算獲得ヤードを4518とし、スコット・ミッチェルの作ったチームのシーズン記録を更新。 チームを1999年以来となるプレーオフ出場へ導いた。最終週のグリーンベイパッカーズ戦ではパス59回中36回成功、520ヤードを獲得し 5TD を上げたが、相手 q b マットフリンが480ヤードを獲得、6TD を上げる活躍を見せて41から45で敗れた、ワイルドカードのニューオーリンズ・セインツ戦では、 カルビン・ジョンソンへの211ヤードなど、パスで380ヤードを獲得したがディフェンスが崩壊し28から45で敗れシーズンを終えた。この年プロ入り後初めて全試合に先発出場し、5038ヤードを獲得し 41TD を上げた。またカルビン・ジョンソンとのホットラインでは96回のパスで1681ヤードを獲得。 チーム記録となる 16TD を挙げた。2012年2012年8月25日のプレシーズンゲームで左手の血管が破裂する負傷をした。第3週のテネシータイタンズ戦では負傷し途中、交代した。第8週のシアトルシーホークス戦ではパス49回中34回成功。3TD パス及び 1TD ラン。 残り20秒に逆転 TD パスを決めて28から24で勝利した。第9週にはカート・アーナーに次いで NFL 史上2番目の速さとなる37試合目の先発出場でパス通算1万ヤードを達成した。この年パス4967ヤード 20TD17INT の成績を残した。2013年2013年7月。 ライオンズと3年5300万ドルの契約延長を果たした。2021年1月31日、ドラフト券や複数選手を含むトレードによって、ロサンゼルスラムズにトレードされた。強券が最大の魅力で、密集地にも速いボールを投げる字型を持つ。リリースも素早く、クイックリリースからも長距離パスを投げることができる。体格こそ、プロの QB の中では、 平均的だが、優れた身体能力も兼ね備え、J ・カトラーに似たタイプの QB だと評価されている。40ヤード層4.8秒の脚力を持つ。パスラッシュのかわし方、視野の広さ、冷静さ、リーダーシップも高く評価されている。そして、勝てる QB であることや、大学時代に毎年成績を向上させた成長力もスタッフフォードの評価を高めている。 高額での契約に対し、課題評価とする意見もあったが、ライオンズのマーティン・メイヒュー GM は、スタッフフォードの長所として、強権、オーソドックスなスタイル、ゲームに対するインテリジェンス、道徳感と情熱、練習熱心さを挙げた。一方で、パスの精度や状況判断に課題があるとされる、レギュラーシーズン、ポストシーズン。ありがとうございます。